そしてくれたきっと、やべべてもしゃねえべ。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 そんだけ言うかやっと、やっけ、やっべ、やるしかねえべ。そんな記憶あっけ、あっぜ、あっぞ。あんじゃやるしかねえわ。今すぐに飛び出してあの虹を越えよう。はい、というわけで始まりました。カモイコの優しい下心。自分のスイッチが入ったのか。はい、そんなわけで始まりました。はい、今日はですね、オープニングに、なんと、曲名が出せないという。これ出てる。今井慎介さん、そう、明日あの空の向こうへ、はい、かかってるんだ。今 BGM でかけてます。これでかかりました。いよいよ2014年最後のジュノブル配信ということで。いやー、ありがとうございます。今年もね、今年も本当ありがとうございます。終わりますよ。はい。いや、本当2014年景気づけに、うん、あれですか、まずいっぱい行きましょう。まずは乾杯から。乾杯から、はい、すでに乾杯が始まります。カモさん、今 何かもね、何か今ちょっと、はい、少し、はい、そうですね、今日はとりあえずテーマだけ お知らせしておきたいんですよ、うん、っていうのはもう今年2014年最後のジュラムル、うん、放送ということで、うん、2014年を振り返ってですね、うん、世相も含めいい、ね、自分の1年を含め今年2014年がどんな1年だったかっていうのを一言で、一言で、一文字じゃなくていいですよ、一言で皆さんからメールを募集しておりますので、ぜひぜひ今年1年をね、はい、振り返ってみて、はい、皆さんにとってどんな1年だったのかっていうのをですね、なんか一言にまとめていただいて、その理由を合わせてメールをいただけたらいいですね。楽しいかなと思います。いや、聞くだけじゃなくて参加しろってことですよ。そうですね。ぜひ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 この放送に関してはチャット見てないんで、ぜひメールを送っていただきたい。メールの送り方は今ちょうど流れてきましたが、ナスアンダーバーウェーブアットマークヤフー .co.流れてるね。JP までですね。はい、よろしくお願いします。メールに関しては僕の新しいiPhone の方でチェックさせていただいて。メールしなかったらさ、なんかつまんないじゃんね。そう、メール欲しい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 、メール送って楽しもうっていうことなんですよ。楽しみましょう、楽しみましょう、楽しみましょう、飲みましょう、ね、はい、じゃあもうね、今年もう忘年会も含めですよ、今日は行きますか、はい、忘年会ですね、これやったー、忘年会です。行きますか、じゃあ今年の一発目の、あ、この試合は今日の一発目は、今日の一発目、じゃあ行きますか、乾杯、はい、乾杯、ニコラシカー、ニコラシカー、ちょっとね、簡易的に作っちゃいましたけども、はい、これレモンと砂糖が、ちょっとすいません、ちょっとね、はい、1個ぐらいちゃんとまともに作っておけばよかったな、そうやってさ、これちょっと負けてくださいよ、これちゃんと作らないと。これね、飲み方をじゃあ伝授して、ね、本当はね、こうちょっとね、もうちょっと、はい、砂糖がね、ちょっとこんもりしてて、はいはい、こうきちんとね、形が整っているのが一番ベストなんですけど、はいはい、まあこれはですね、砂糖&レモン、砂糖とレモンを一緒に、はい、完全部活ですな、じゃあ、そうそう、砂糖とレモン、ね、部活ですな、うん、これをかじって、はい、これブランデ、これ中身ブランデです、ブランデ、はい、ブランデ、これをグッと、はい、一気で飲みましょうか、じゃあ行きますか、じゃあこれをみんなレモンと砂糖を持って、はいはい、でそこで乾杯行きましょうか、では今年1年ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れでした、お疲れでした、はい、お疲れです、カモさん大丈夫、おお。いや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 、まだ大丈夫です。先月のですね、うん、テキーラでしたっけ、うん、テキーラ、
2杯行ったじゃないですか、うん、あれで僕も死んでたんで、おいおい今日は大丈夫です。まだじゃあ早速今年1年どうこれ、うん、3月からこの放送してですね。そうなんですよ。これやなんか長く続きしましたね。いろんなところからの圧力にも耐え、はい。いろんな放送倫理業界からの圧力にも耐え、ね、あのね、すごくあの楽しかったですよ。うん、僕あの毎月楽しみにしてますよ。はい、僕が楽しみにしてます。ね、逆にある意味ね。でじゃあどういう1年だったかみたいなことは鴨さんどういう順番でいきますか。これどうします。僕からいきますか。ああいいじゃないですか、いいじゃないですか。鴨さんいきましょう。はい、僕は。毎年そうなんですけど、このネットラジオ始まってから毎年そうなんですけど、今年また輪をかけてですね、輪をかけ挑戦という1年でした。ああいいじゃないですか、挑戦、はい、何をじゃあチャレンジ挑戦、まずこれですよ。あ、ある意味僕今まで始まりましたからね。もう6年やってますけどラジオ、あのまさかスタジオ飛び出して毎月定例でこういう、あの野外からの配信っていうのをやるというのはなかったんで、また飲んでますからね、これ、うん、これがね、まあ、それまたちょっと楽しくいっちゃった、ね、うん、ちょっと喉が痛いもん俺飲みすぎて今日もう僕なんか喉痛かったんですけど、今のでなんか本当逆に良くなりました。俺も大丈夫、よかった、俺も大丈夫、よかった、うん、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ。で今までになかった僕ライブ出演っていうのをライブ出演、ね、やるようになりまして、全然オリジナル1曲もないのにオリジナルの振りして歌ってるんですけど、あいいね、はい、いやそういうことだからね、ライブってね、それはあの、はい、弾き語りで、弾き語りで、そうですね、誰の曲を主に、僕あのソカベ、言っていいのそれラジオ、あ、ま、それは分かんないけど、今西さんの曲でしょ、今西さんのは、まあ、もうもちろんオープニングで言ってるんですけど、なるほどなるほど、今すぐに飛び出して、もうこれ最後のすのこれ、なるほどね、はい、そこをねちょっと、ね、あのちょっとあの、はい、パクっちゃった感じで、挑戦っていうことはどうですか、挑戦してみてどうなの。挑戦してどう、うん、でもまあすごく面白かったなっていうのが一番の感想ですね、うん、やっぱりやってみることですね。やっぱり挑戦してみると、はあ、こう一歩踏み出すべきだったという1年でした、はあ、今急に回ってきましたね、なんか急に顔が変わってきましたね、お前ちょっとさお前今お前言葉に詰まってびっくりしました、いやなんだろうこれ急に顔が熱いなと思ったら、そうはい、じゃあどういう順番ですか。じゃあ僕が行きますか。ああ、はい、いや俺は正直ね、今この話題になると僕のことじゃないよ、はい、俺じゃないんだけど、今年1年この世相を見て、日本国はい、ツーラーを見て一言で言うならば、なんかほら漢字のなんか出たじゃない、はいはい、ああ出た出た、今年の漢字ぜぇぜぇぜぇでしょ、ぜぜ俺そうじゃないと、はい、俺やっぱね嘘だと思う。ああ嘘はね3位ぐらい入ってる、3位なの、3位ぐらい入ってる、3位ぐらい、だってさスタップ細胞あるの、あります、言っちゃったもん、あります、スタップ細胞はありますって言うと、ないじゃ、いやあってほしいけど一応ない方向で、うん、でさ、はい、耳聞こえんじゃんありましたね、作曲家のやつ、ああ、まあ、ある嘘でしょ、本当はさあのうわーって泣いたなんだっけあれ兵庫県あの県議もろ嘘じゃんで例えばね、いきなり行きますね、なかなか、ほら俺の大好きなアーティストの一人だけど、はい、なんちゃらなんちゃらアスカのほらさ、 あれだって嘘ですよ、裏切りですよあれは、まあ正直ね、どちらですか、そうね、だからやっぱり嘘は良くないなみたいな、でもっと言ったら今度の税って言ったけど、はい、あの議員削減のねあれとしたって成人したって、まあ、嘘がまかり取ってしまったような気もしないでもない、うん、だから、うん、やっぱり嘘はない方がいいな、まあまあまあない方がいいよ、もちろん、うん、もちろんない方がいい、で軽く、まあ、まだこの時間だからまとめてみて、はい、ちょっとエンジンかかる場合、ね、いい方法ですね、まあ、これエンジンかかるとね、どこまでいくか分かんないからね、全然もう分かんないからね、そうそうそう、じゃああの田口さん、いや俺だって言うよ、言うよ、仲間なので、いやどう思った一年、俺一年、今年一年はでもあの俺竹鶴ロックで今年ね、今年の今年の今年のウイスキーですよね、今年のウイスキーね、マッサーマッサー、どう平井君どう、俺でもまあ例年言えることなんですけど、気候どうするか、気候、あの気候温暖化、あ天気みたいな、そっちの気候ね、フーとかじゃないよ、違う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 、これじゃない、あやっぱりこう異常気象的な、異常気象的なのがかなり宮沢が電話ありましたね、2月の大雪に始まって、はい、まあ台風もそうですし、2月ね、竜巻も今年多かったですもんね、竜巻もね、はい、
そう、竜巻とかでも毎年でも最近はね、はい、結構あるから。だって今日も雪、あのこの那須塩原地区雪降りましたけど、降りましたね。例年もっとあのクリスマス、はい、以降ですよね。だから、はい、で今新潟もう1メーター70とか80、90とかっていう、ありえない、この今時期ではちょっとありえないぐらい積もってるっていう話ですね。まあこれ単純にそう、あの、うん、もう気候の話はいいでしょ。あとはまあ、あの平常運行です、俺は。何のあの波も。じゃあだからちょっと真面目な話して、はい、ね、ラジオ用に、はい、うちの先輩が、はい、そうですね、ね、この兄貴がやります。はい、兄貴、どうですか、今年1年。今年の1年はですね、いいですか。はい。今年の1年は、うん、ロマンですよ。まあ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 。いろんなとこから突っ込めるけども、じゃあロマンで言ってください。じゃあなぜロマン聞きます。まあ、いろんなこうね、例えばね、今、まあ、さっきはね、はい、カモンさんからの入りの、こういろんなことをこう聞いたけども、ね、聞いてこういろんなことを挑戦しながらっていうのは、はい、こう男のロマンを、はい、いろんな意味で挑戦ですよ。はい、ロマン挑戦じゃん。じゃあ、ちょロマンっていうのは何かっていうことですよ。あ、ごめんなさい。ロマン。お願いします、先輩。ね、やっぱこうね、はい、ロマン、自分がやりたいことをやれたり、うん、いろいろするじゃないですか。はい、そういうのこう例えば挑戦したり、うん、いろいろやったりこう、また挑戦って言った、2回言ったね、2回言ったね。でしたり、こう自分の思ったことをしたいなと。でだけど、うん、正直1年間先輩見てきたけど、うんうんうん、全然ロマン的じゃない。ロマンってなって、ロマらなかったですよ。ロマンなかった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 。ロマンないでしょ。今年は、ね、ロマりました。今年はね、今年はじゃあ僕は、ね、いいですか。はい、いいですか。はい、まあ、今年は、はい、消防で1年終わりました。ああ、それ消防じゃん。それさ。消防、これ俺思うんだけど、うん、今多分聞いてる人たちは、うん、消防って何ってところになるから、そうでしょ、そうでしょ、もうその消防の下りになると長いから、長いからね。だから、まあ、じゃあ、こうまとめると、うん、僕の中では、はい、いいですか。じゃあいいですよ、はい、ロマン、ね、ロマン&、はい、ストロングスピリットですよ。まあまあまあ、じゃあ分かったさっきからさっぱり分かんないけど、じゃあそのストロングスピリットという こう精神力的な話をしたいんでしょ。そう、まあ、どういうことですか。これ、ね、難しいもん。これ、ね、こう分かりやすい、まあ、要はね、強い精神力ですよ、うん、日本語でね、これをそうですよ。で、まあ僕らそのね、強い精神力と要は闘魂、闘魂ですよ。初めから闘魂って言ってください。闘魂ですよ、ストロングスピリット。ロマンとかそんな、俺そんな一年ずっと見てきたけど、俺先輩でも、ね、足取りの、ごめんごめん、ここでは見せてない、見せない、ね、見せないんだ。じゃなくてじゃあ見せてるけども、うん、違う、違うな、消防って言っちゃったからね、もうね、はいはい、今年だって半年以上だってほらやっちゃったから、うん、そうですよね。だけど俺はっきり言わせてもらうけど、うんうん、今年はうちの町だって結構火事放火多かったし、 あ、うん、ありましたね。全然火消してないじゃないですか。消してります。消してますよ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 。うん、いや、愛の炎は消しませんよ。だからそれで今問題になってるじゃないですか、自分自身が。YouTube のチャンネル、これ早いよ。今日は早いよ。いやだけど1年間さ、これさ、まともにね、3月からこのラジオやったけど、正直ね、どう楽しかったと思うんですよね。楽しい、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 楽しい。だけど。いろんなテーマ沿って話しました。今年は桜についても話しましたし、何でしたっけ、あと花火についても、うんうん、花火について話しましたっけ。花火ね、そんなことやりましたよね。花火今年はね、やっぱりほらリスナーの皆さんいてくれたからこそと思うでしょ、うんうん、いやいや本当、本当にあれですよね、本当たくさんもう見てくれてますよ。ライブで見てくれだって分かんねんだもん。いや聞いてくれたらありがたいけど、正直さ、それカモンさんはね、はい、カモンさんのラジオだからだけど、うんうん、まあ、俺の中では
あ、反応が分かんないとかですかね。でもほら反応でさ、はい、嫌な反応を受けるとさ、ね、寝込むタイプ。これ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 まあ確かにね、1個2個ね入ってると、まあそれはそうでね、でこれまたさ、やるぜこれ本当に、承知だよ本当にでもこれ言ってこればっかり増えてったら面白いは面白いですよね。まあね、もう逆に、あ、そういうことかっていう、正直、これ10時からスタートじゃん今日、はい、もうさ、ね先輩6時半から飲んでるもう俺もう頭痛いのはっきり言ってもまあ忘年会、忘年会びっくりしたよ、忘年会してるんだ今俺、今日僕いつも8時半に来るのに、うん、8時ちょっと出ようと思ったら電話があって、うん、お前何時来んのって、まだ来んなと、まだ来んなと、まだ飲んでると、ちょっと軽くゲームやってきましたから、うんうん、ゲームね、ゲームね、ゲームこの時間何しようと、あ、ゲームでもやろうかと思って、今年さ、まあ、ある意味選挙も終わってね、また来年新しい日本もスタートしますけどね、はいはい、また来年1年これまたラジオやれて、いろいろとちょっと今年は楽しい企画も出たんじゃないですか。そうそう、じゃあたくさん出ました俺から那須から、そう俺から那須からとかね、でもいろいろ出ましたよ。でも結構こうご協力いただいた地元のお店の方々には本当に感謝しますよね、うんうん、いや本当ね、ありがとうございます。あの先月のあの麻婆豆腐、はい、ユーザンさんからね、ユーザンさんからありがとうございました。美味しかったね。美味しかった。あのね、でもただ、うん、ほらやっぱり辛いから、うん、こうあの、うん、美味しいからさ、うん、こうね、やっぱりこうどこまで辛さが来るのかなっていうのがあってね、うん、いやあれ半端ないから、美味しくないってこと言ってるんですか先輩は。なんてこと言ってる。いやじゃなくて、俺美味しいって言ってる。辛い良い。先月のはあれ辛かったですけど、いやうまいよ。だけど美味しくて食べちゃったんですよね。食べてた。終わった後俺食べれない。僕すごいこうビシャビシャになりながら食ったんですよ。汗、はい、汗ビシャビシャになりながら、あれはうまかった。でも、うん、ほらもうね、寄ってきて、もう最後の方にあのコーナーがあることによって伝わらないじゃん。そうですね。だからちょっと早めに今日はさ、あ、今日行きますか、じゃあもう行っちゃいますか、いきなり。こう今日ね、時間もね、はい、意外とあの押し押しの感じで行きますからね、はい、いろんなスナックに予約入ってるから、ね、いや最近ね、もう10代で終わりにしたいなっていうか、それでは、はい、行きましょう、はい、このコーナー行きますか、よろしくお願いします。それではやってまいりました、はい、今年最後の俺からナスから、おはようございまして、これはですね皆様、はい、まあ正直いろんなコーナーがありますよね、はい、だけども、まあ、いわゆる今最近街ではスイーツブームですよ、はい、ね、ばっかり言ってんじゃねっつのっていうことで、そうですね、甘いもいいけど辛いもねっていうことで、ですね、そうですね、この街で辛い料理を出す店を紹介しようと、うん、で果たして本当にね辛いのかと、うん、でうまいのかということで企画を立ち上げましたが、いかんせんこれ辛いのが食べれない僕たち4人ともダメっていう、全部辛いんだけどその中で今数多くね、カレーも食べましたよ、はい、ラーメンも食べました、うん、ね、それからあのもう自殺死ぬんじゃないかっていうぐらい辛子も食べました、麻婆豆腐も食べました。今日はなんとお寿司です。いや、これお寿司で辛いのってどういうことですか、うん、正直ね、あんまりそんなに辛いのを出す店がなかったんだけど実は今日はロシアンルーレット風に、そう、忘年会ですかね、忘年会風に、ね、忘年会風に行かせていただきます。あの今日はこれどこのお寿司ですか。これはですね、ひで寿司さんなんですね、うちの店からもう本当に徒歩、はい、徒歩7000歩ぐらいですか、はい、そうそう、30秒7000歩、はい、これですね。この中に実は、はい、凄まじい激辛わさびが握られてます、入ってます。でしかも全く何かは、どれか分かりません、はい、わさびかなんかはもう分かんないですか。これでもあのわさびではあるんですね。そうこれ、これ和がらしで、なんかやっぱり、ね、忘年会風でいきましょうか。じゃあせっかくですかね、じゃんけんでいきましょうか。じゃんけんでいきますか。じゃんけんでどういう順番にいきますか。買った人から食べますか。買った人から食べますか。で持って、で選んで一斉に食べる。でもしかしたら、ね、これ2個平気なのがあるわけですよね。そう普通のやつありますよ。これっていうか全部2個余るでしょ。1巻はすごいので、6巻あるから4人だから、うん、2巻は絶対余るから、うん、余るよね。とあの最後の2巻もし万が一余ったらじゃんけんで、そうだね、負けたやつが、それでじゃあそれでいきましょう。じゃあいきましょうか。勝った順から選べましょう。
せーの、最初グーじゃんけんポン。あ、最初グーじゃんけんポン。あら、僕から、俺ビリ、じゃあ僕からいきますよ。これまだ食べないですよね。食べない食べない。じゃあ、とりあえず、うん、お皿、あ、じゃあこれ僕いただいて、あ、じゃあ、はい、あのね、こう、じゃあ、はい、あのね、はい、これ僕が、はい、僕がこっち置いて、こんなラジオ聞いててみんな見てんのかね。じゃあ行きますよ。皆さん、お風呂入ってきた方がいいかもしれない。俺楽しんでるから。じゃあ先輩どれですか。じゃあ僕からね。はい、僕からじゃあ、僕じゃあこの辺、この辺ちょっと。なんだな。絶対辛くないよ、そんなの。じゃあ僕はもう当たり狙いでいきますから。当たり狙い、ね、当たり狙い、はい、うん、で、あの、オケル、オケル、俺あれしよう、絶対広いけど、俺と負けたもん。パッとパッとパッとね、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 これ、これ、はい、これを食べるでしょ、はい、じゃあ、じゃあ行きましょう。じゃあ皆さん行きますか。じゃあ行きますよ。行きますか。あ、これ画面ちょっと変えましょう。行きましょう。画面変える、めんどくさいんで。めんどくさいんで、あの、みんな、はい、これ、はい、じゃあ、じゃあ行きますか。はい、行きますよ。はい、せーの、うん、おいしい、うん、うん、おいしい、うん、あ、おいしい、当たりになりました。うん、いった、え、あー、ダイエー、いっちゃった、大丈夫って言ってた、いっちゃった、いっちゃった出してる出してる出してる、あっ、あっ、かわいい、これさ、これご飯入ってない、これわさびばっかりだもん、これご飯ばっかり、ご飯が少ないんですか。多分くり抜いてそこにたっぷり、あ、くり抜いてあるんですね。来た、来ちゃった。これどうする、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 これどうする、これどうする、飲む、あ、飲む、どうする、ティッシュ、結構大変なんですよね。ティッシュ、いや、俺はね、飲むじゃ入ったことないよ。なあ、じゃあ、じゃあ、そうだよ、じゃあ食べよう、じゃあ食べよう、だめ、涙出る、涙出る、さすが、さすが自分のコーナー。大丈夫か、これさ、これさ、激痛が店出まして、辛っ、すげえわさび、いや、よく食べた、すごい、いやいや、涙出るね、これ。いや、これ本当、わさび、ほぼわさび、僕もあの、うん、シュークリームわさびやったことあるんですけど、これ、半端ない。あ、竹鶴飲んだら、え、おいしい、あ、治った、わさびが、あれ、わさびと竹鶴、そう、合わない、合わない、口の中生臭い。あの、というわけでね、で、はい、当たっちゃった、当たっちゃったね。じゃあ当たりました、今年1年当たりました、当たり年ということで、当たり年ということで、はい、ありがとう、いや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 、ぜひですね、はい、来年もやりますから、やりましょう、これから出すから、本当にね、はい、おい、これ食ってみろと、うん、おめえ食えんのかっていうメニューがありました、うん、ぜひ、うん、ぜひ、ダッシュウェーブ、はい、ドットコムに、はい、ドットコム、お知らせください、うん、ぜひお願い、はい、はい、今日はこれで終わり。いや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 、はい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 、俺から出すからはね、今回はね、忘年会風ということで、正直さ、俺だと思うんだよ、俺食べてて、はい、でも俺じゃないかもしれないじゃん、俺が弱いかもしれないんだけど、あと2個が、いやいや俺だと思うよ、だよ、俺これで普通に店で出したら俺怒るもん。じゃあ俺だ、じゃあ俺だ、まあまあ、じゃあ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 、カモンさんと、じゃあ、あの、これね、美味しい、美味しいところをちょっと、美味しいところをたくさん、はい、どうぞ、いや、美味しかった、はい、うっそ、俺絶対大丈夫だと思ってたけど、ほんと、でもさ、うん、やっぱり持ってるね、持ってるね、持ってたね、そうだよ、うん、じゃあそこで当たるってことが大切だよ、だ、ね、絶対大丈夫で、来年も当たりますよ、俺正直、田代がバカだなと思ったの、あ、カモンさんがね、絶対当たると思ってた、俺、カモンだと思ってた、俺、うん、あ、でもこれもうコーナー、僕もあれ当たりだと思ったんですよ、でしょ、一個だけ丸まってないんですよ、平らだったんですよ、すげえカレー、今出たのに、レモン、はい、やっぱ職人さんの腕ですよ、うん、ぜひ皆さん、はい、ひで寿司さんで、ひで寿司を見たって言ってね、ひで寿司さんに、ね、あの、同じ激辛のわさびりん、ロシアンルーレットを食べてください、お願いしますって言うわ、作ってくれるかどうかわかりません。でもすごかったですね、変わった、でもあれじゃないですか、今日バンバン行きましょう、クリスマスモード、はい、あ、ね、クリスマス近いじゃんか、兄貴、お、クリスマス、うん、もういよいよ、もうバックはほらキラキラして、そうですよ、あの、クリスマスモードですからね、
あれでしょ、この店に来るでしょ、クリスマスをこのバーで過ごす恋人同士が、うん、まあそれありますよ、それそうもちろん、でも、うん、あのぜひね皆さん、ここはあのそういうお店じゃありませんので。いや、どんなあのだってチャチャ入れるじゃん、うん、チャチャ、チャチャ欲しい、チャチャ欲しい、ラブな空気にチャチャ入れるでしょ、もう、まあまあ、あのね、柔らげますからね、柔らげますよ、ちゃんと柔らげますよ、こうもう本当ね、男子女子、男女、このね、こうあのこうちょっと硬い雰囲気を和らげますから、うん、ぜひこうもこう、ね、こうもうこうね、その後行きやすいムードで行きますんで、じゃあ例えばどういうカクテルを頼んだら、うわ、何ですかこれは、上手じゃないですか今日、何ですか、振り上げた、どういう振りですか、ラジオ力上げてるって、あら振り上げてる、そうですか、いやそういう時に、はい、じゃあ、はい、男性がね恋してしたでしょ、いや何飲む、いや任せる、私知らないから、うん、じゃあ一杯カクテル飲もうかという時に男性が、うん、まあ、でこうシチュエーションはこういうシチュエーションでね、あの彼女なんだけどまだ付き合い始めて初めてのクリスマス、はいはいはい、まあ、付き合って2、3ヶ月とか、ま、意外とテーマが来ましたね、そんなにお金を持ってないよ、うん、ね、そんなにね、だけど今日は特別だからっていうことでレストランからこの上がりで、まあ何のね、はい、間違いか知らないけどここに来ちゃって、うんね、俺が違う店行くのにと思うけど、まあ、ここに行くと座ったらば、ふざけたバーテンダーを見ながら頼む酒を、あ、じゃあマスターお任せしますと、彼女に一杯作ってくださいって言われたカクテルを今日は10月のカクテルにしましょうよ、そうしますか、お願いします、これどうしますか、24日限定とかなんかします、あ、いいんじゃないの、23が祭日だからさ、うん、23は祭日だよね、23、24、25度、うん、23は歳日だからね、まあちょっとあれなんだけどね、24、25で、何でそんな歳日、23、23は、あ、チューズ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 、24、24 やっぱりキリストのね生まれたか生まれてないか分かんない日に24、25、うん、あれ来ますかクリスマスに限定の、ね、これね、こういう振りこういう振りはね、ちょっと面白かった今、そう、だからさ、全然考えてなかったじゃん、あのね、じゃあ普通にね、今月で行こうと思ったの、はい、思ったら、思ったら今こういう振りが来ました、 そんな時にも対応できますよ、ね、そんな、もちろん、じゃあそういうカクテル一杯をね、はい、お願いします、ちゃんと僕らやってますんで、はい、すぐ早いで、これでも秀寿司めっちゃうまいですね、うまいでしょ、はい、もう美味しいですよ、でカモンさんね、はい、このラジオもそうだけど、うん、ほら黒磯の町がさ、この町が今度、はい、いろいろ活性化の方向でね、はい、今すごく町が揺れてますね、はい、でどうですかカモンさん的にはどういう風にしたらいいかなみたいな、やっぱラジオでもこう言った方がいいんじゃないですか、あのですね、今特にこの黒磯、旧黒磯市内はですね、完全寿司食いながら喋ってるけどね、はい、あまりも美味しくてびっくりしました、ね、今あの皆さんにお知らせしたいんですけども、うん、今あのこの旧黒磯市内、特に黒磯駅前ですね、はい、こちらの今再生プロジェクトが進んでおります、再生ってことはやっぱりちょっとあの、はい、寂しくなってるってことですね、そうですね、これあの駅前活性化委員会っていうのが立ち上げられてるんですけども、はい、で7年前からですね、うん、あのその駅前活性化委員会の方でいろんなイベントが立ち上げられてるんですね、うん、これはあのキャンドルナイトっていうイベントと、うん、もったいない市っていうイベントが開催されてるんですけど、うん、それは黒瀬駅前のシャッターが降りてしまった、うん、商店街をもっと活性化させようっていうことから始まったあの委員会なんですけど、はい、それが今年大きく動き出しました。お、どうなるのかな。っていうのはですね、リバースプロジェクトというですね、うん、まああのまあ要はそのそういったテーマをいろんな手助けしようっていう会社と一緒の企画が始まったんですね。うん、でそこで新しい組織がエキップクロイソというですね、うん、あの組織が立ち上げられました。うん、そしてなんと今現在あの行われているのが、うん、黒磯駅前を活性化させようというですね、うん、プロジェクトの中に、うん、4つの案が立ち上げられております、うん、これに対して、うん、市民から、うん、その意見に対して賛成なのか反対なのか、うん、まあ、これはあの賛成だから絶対やるということでもないし、反対だからそれはなしにしようということでもないんです、うん、
特に皆さんがこれを進めてほしいということを、うん、まずは進めていってみようじゃないかという、うん、皆さんからの意見を聞こうという、うん、投票が今行われております、うん、これ4つ言った方がいいですかね、うん、はい、一つは、うん、これが一番なんかあのメインになってるあの案なんですけど、うん、黒瀬駅前に図書館を作ろうという案があります、うん、えって思いますよね、うん、いやいやあの、はい、え、はい、いや黒瀬市内に図書館あるんですよ、うん、実はあるね、はいはい、で黒瀬駅前に作る図書館は何かというと、うん、夜間図書館を作ろうという意見でございます。夜間図書館はいいね、ですごいね、あの夜間図書館、そう、学生から、うん、サラリーマンまで、うん、あの5時以降に使える図書館を作ろうじゃないかというのが、うん、一つの意見になります、はい、そして、うん、もう一つは、うん、あの空き店舗がいっぱいあるんですよ、はい、この空き店舗の再利用、うん、再利用というか、まあ、あの有効利用ですね、うん、これを進めていこうという案ですね、うんうん、そしてもう一つが、うん、イベントスペースの設置、うん、これはあの今黒磯市内実はステージと言われる場所が、うん、河畔公園の石のステージしかないんです、うん、あ、まあ、那須塩原市っていうと烏ヶ森とかあるんですけど、うん、黒磯市で見ると河畔公園の石のステージだけなんですよ、うん、なので、うん、それを駅前に、うん、いろんな人がみんなが集まって話をできる場所とイベントができるスペースを作ろうじゃないかという案、うん、でもう一つが明治大正、うん、昭和の、うんうん、雰囲気をメインとした駅前商店街の、うん、統一プロジェクトっていうんですかね、うん、それをやろうという、うん、その4つの案が出ています、うん、でこれに対して皆さんから賛成か反対かっていうのを、うん、ああなるほどね、はい、はいはいはい、募集しております、はい、これも Facebook やってる方は全員あのネットから投票できるので、うん、ぜひ Facebook やってる方は上の検索でエキップ黒磯って入れてみてください。そうすると今その投票が19日まで金曜日までやってるので、うん、あの投票できますからぜひ皆さんご協力よろしくお願いします、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ加茂さん、はい、まとめてもう一回最初から言って。はいそんなわけで、あの要は、エキップ黒磯を検索してほしいってことなんです。そういうことね、はい、いやこれね、やっぱり黒磯の街がちょっと廃れてるというか寂しいと、うん、まあまあまあでもね、なんかやるっていう話、いろんなことをやらないといけない。でもさ、うん、俺思うんだけど、うん、一つの意見が出るといっぱいいろんな賛成意見も出るけど、うん、反対意見も出るし、まあ、もちろんね、もちろんね、そんなこと言ったら気にないから、うん、やっぱりね、全員が一致する意見なんかないんだよ、うん、ないです、ね、ないです。だから本当にやる人たちというかこの意見を聞いて一回動かしたらいいよね、うん、でもそこ、いやいや、あった方がいいよ、ね、あった方がいい。でもさ、そこにはさ、例えばさ、儲かるか儲かんないかとかさ、うん、いろんなこう思惑があるじゃないですか、ありがとうございます、多分ね、でもさ、そんなこと言ってたらあと30年後ねの子供たちとかさ、この町のね、俺たちがもういなくなった時の子供たちに残すのにやっぱり何かやった方がいい、うん、いやでもね、本当やった方がいい。反対するのは簡単、うんうん、でも賛成するのはやっぱり努力が必要だから、うんうん、みんなに努力してみようと。でもちゃんとしたお金の使い方をしてほしいのはあるけど、うん、このプロジェクトには俺の同級生もいるから、うん、やっぱり仲間がねやるって言ったやつは、うん、やっぱり良くも悪くも、ね、もちろんね、あの賛成して、うんうんうん、で支えたいなっていう、うん、小森浩二っていう、ね、ああ、そうそうそう、コモリティ浩二っていう、うん、コモリティ浩二っていう、コモリティ浩二、コモリティ、まあぜひね、見てもらう、コモリさん、これ呼べばよかったですね。いや、いいっしょ、あ、いいですね、うん、じゃあクロマティじゃん、この次はコモリティ、この次ということで、で外が雪、外の雪の音が聞こえてきましたから、はい、クリスマスに、はい、というお酒ができましたか。はい、できました。いやいやいや、でもね、これはね、またね、ちょっとね、もう一個出そうかと思ってます、うん、実は実は、うんうん、ただ今のノリのさっきのね、こう言われた時の、はい、彼女にって言ったんでちょっと変えました。これはいいですか、はい、ミモザというカクテルです。あ、ミモザですね。これはまあまあね、聞いた時はあるかなと。かなりこうね、こう冬ですから、シャンパーニュ、シャンパーニュ、シャンパーニュを使ったカクテルで、ここにオレンジ入ります、はい、でそこにちょっとアプリコット、アンズですね、ちょっと入れて、まあまあ、見立て的にはこうミモザの花をイメージしたカクテルで作りました。これを
まあ2人でね、あれクリスマスの夜に飲んでいただければということで。でも俺思うけど、うん、やっぱシャンパンはね、シャンパン飲みたいし、まあまあもちろんもちろん、これ何でしたっけ、オレンジジュースでしたっけ、オレンジジュース、オレンジジュースはオレンジジュースでやっぱり健康的に飲みたいけど、うん、混ぜたらまずいでしょ。ぜひぜひね、そういいならね、こうちょっとね、こうちょっとぜひね、うん、ちょっとちょっとなんかこうね、でしかもね三角形な、例えば、うん、ね、彼女にしたい、彼女にしたい、彼女にしたい子を口説くときに、例えばこうあまりもしかしたら彼女が飲めない、あ、ね、あ弱い、もしかしたら本当は飲めんだけど飲めるんだけど、ちょっとでその時に嘘ついてる、 これをこれを出しました、で飲んだ瞬間にあれ飲めるわ私と、そうでも結構度数高いですか、60ぐらいですか、まあまあまあ、いやいや60だった何ですかそのお酒みたいな、いこの店は多分いるなと、うん、まあいろんな、いろんなお酒あるんですよ、10度ぐらいですか、いやまあ10度ぐらい、10度ぐらい、いや俺はそんな酒はまずいと思うよ、ちょっと飲ませていただいて、ぜひぜひ、そうですよね、うん、あれこれ美味しい、美味しいね、美味しい、美味しいでしょ、これはエッチな酒だね、これはエッチでしょ、だってクリスマス冬で冬冬ね冬、雪が降りますよ、雪降りますな、雪が今日もしんしんとちょっと朝方降ってましたよ、その中でシャンパンを使ったカクテルですよ、これはいやらしいでしょ、これエッチ、これエッチな酒ですね、でこれをまあ、ジダムールで24日限定します、ああ24、25でいいじゃないですかこのクリスマスイブからクリスマスナイトにかけては、はい、シャンパンは全てドンピリを使うと、あ、来ましたか来ましたか、ドンピリドンピリこう素晴らしい、ドンピリを使います、もしくは萌えを使うと、はいはいはい、ドンピリか萌えで萌えで、もう指定できました、はい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 、来ました、これは通常価格出すけども、はい、通常価格は、はい、まあまあシャンパンですからね、はい、もちろん高いですよ、ちょっとお願いします、もうそうこれね、はい、まあ5万ユーロ5万ユーロかかるんで、5万ユーロするわけですね、5万ユーロばっかりクリスマスの24、25でいくらですか、来た時には、はい、キーワードなんですか、キーワードね、はい、そうですね、はい、じゃあですね、これはねミモザというカクテルなんですけども、はいはい、キモザあ、ちぇダメダメ、ちょっともう一回やり直すと、やり直すとミモザだよ、ミモザですよ、ミモザだよ、あ、わかった、あ、わかったよ、わかった、はい、クリザ、クリザ、クリザ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回、あと一回だよ、あと一回ミスしたら先輩だけどパンチします先輩だけどパンチします、あ、いいじゃないですか、お願いしますよ、じゃあ、こうやってね、例えば、じゃあマスターお願いと言われたときに、いっぱいお願いしますって言ったときにキーワードです、そうだね、じゃあこれはね、うん、じゃあ、はい、ちょっとね、全然ちょっとふざけてたけど、はい、ふざけてたけど 100% ふざけてたけ ふざけてたけど、ごめんね、はい、こうちゃんと行こう、はい、ちゃんと行こう、行きましょう、ちゃんと行こう、クリスマスの夜ですよ、クリスマスクリスマスの夜に彼女と来るんですよ、はい、そうですよ、クルーザー、あ、ちょっと待って、じゃあ待って、俺さ、はい、ごめん、俺も悪かった、正直もう先輩に振った時から用意してねえなと思ってすいませんでした、ミモザでしょ、じゃあこうしましょう先輩、うん、これね、うん、クリスマスだからね、うん、メリークリスマスって言ったらもうこれ作ってやってください、あのねごめんごめん、俺ちょっとね、ちょっと頭にいやらしかった、うん、エッチな言葉だからそれ言えないなと思って、ずっとどうしようかなと思って、でしょ、だってクリ、うん、ああそっち言っていいですよ、ラジオだから、俺先輩が言ったこと発言だから、メリークリクリメリクリで、メリクリで、メリクリで、メリクリ、あ、メリクリ、ごめんごめん、はい、今ね、反省した、反省します、うん、じゃあメリクリ、メリクリいきますか、ね、メリクリでいこう、じゃあメリクリと、うん、メリクリとじゃあこうしましょう、お願いしますメリクリでっ
って言ったらば、うん、いいね、行きましょう。それを言って、うん、メリクリがキーワードで、うんうんうん、おいくらで、これなんだっけ、5万ユーロ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 のところを1万元いくらにしてくれるの100円ね、100円ね100円で、分かりやすいね、分かりやすい、なんと、いや2014年だから14とって14にするんですか、じゃあ14円で、じゃあ14人限定で、14人限定、14人でいきましょう。ごめんね、あのね、ごめんごめん、14円、ね、全くね、ごめんごめん、全然考えてなかった。今ね、うん、ありがとう、メリクリ、メリクリで、メリクリありがとう、うん、あのね、助かった感じがするでしょ。ちょっとさ、兄さ、集中してラジオに。じゃあこういうことで皆さん、この店に24日、はい、25日来た、アベックに限りますよ、男同士でミモザだったらぶっ飛ばしますよ、うん、ですね、あのアベックで、うん、ね、多分アベックワード分かんない、アベック、恋人同士カップルで、カップル、ね、で来たら、男女であること、男女ですね、確実に男女、うん、先輩後輩でもいいですよね、どんな関係でもいいから、うん、そのグループに女の人がいたらにしましょうか。まあまあまあいいです。女性限定でメリクリでって言った時には14人限定14円でミモザを。ミモザ。このミモザ。ミモザ。これ最高ですよ。メリクリ。メリクリで。メリクリ。メリクリはダメですよ。メリクリ。メリクリスマスって言ったらダメですね。ダメだね。クリ止めて。まあ。クリ止めで。まあまあクリ止め。クリとまではいい。あのさ、ミモザの話長くない？なんだっけ、なんだっけ。ということで14円でお願いします。で、それで、はい、14円限定、14円。じゃあそれでお願いします。いや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 、よく決まりました。ごめんごめん。なんかね、ちょっと油断した。すごい。じゃあ、あのね、実はね、はい、今日ね、冬でしょ？冬で。冬だから、なんとなくこうちょっと用意したいなっていうカクテルも。じゃあお願いします。それは。じゃあ12月期間でお願いします。あ、そうだね。じゃあそれでいきますか。これはクリスマスプレゼントです。あ、そうだね、ね、あ、もう一つそれでいきます。不要のカクテルで、せっかくだからね。じゃあカモンさん、メールが来てるんじゃん。来てるんですよ。あ、じゃあそこちょっと読んでもらって、はい、もうね、ちょっとその俺 MC やってるけど、ありがたいですよね。なあのもうね、この番組にはもう毎回メールをしてくれてる。あ、あ、俺当てていい。ぴょんきちさん。あ、惜しい惜しい。誰だっけ。とんきちさん。とんきちさん、うん、でじゃあ、じゃあ、男じゃない。惜しいです。惜しいでしょ。女の子だよ。あ、はい、もうちょっと、よく、もっとメール送ってくれてる人です。せーの。の、トン、はい、トンペーさん。はい、リュータン。リュータン来たね。はい、はい、パールキッズのルータンからメッセージいただきました。あー、ルータン、はい、じゃあ、呼んでもよろしいでしょうか。はい。ユータでしょ。ユータでしょ。ユータでしょ。こんばんなす。あ、こんばんなす。こんばんなす。今日は寒かったですね。そう、寒かった。高根沢はうっすらと積もりました。高根沢なんですね。沢、はい、ルーターにとっての今年は楽しいの、楽っていう字、楽、はい、楽しいっていう字ですね。なんでそんな楽しいことあんだよ、今年は。本当こんな世知辛い世の中で。はい、お願いします、はい、今年は本当に楽しい思い出がいっぱいできました。うん、いちごキッズ、これは渡りで活動している子どもたちですね。いちごキッズとのイベント、とちおとめ25、これ栃木のあれですね。栃木のね、はい、AKB って言われてる、とちおとめ25さんとの一緒の舞台にも立てました、うん、おーすごい、はい、それがもう楽しかったということで、うん、でルータンのママからも来てます。ほらルータンママ全然かぶ、はい、もう食いついてきたでしょこれ。ルータンママは絆です。絆、絆、何年か前に流行語あったね。流行語じゃないや、ね、あの一文字になりましたね。漢字、漢字、流行じゃないですよね。漢字、漢字、期待の年ですね。そうね、はい、はい、うん、11年は、うん、そう、あの絆って言っちゃう、絆ね、ほんで、ルータンママは絆です。いちごロックのイベントでは本当に絆を感じました。これあの3月に、あれ3月だったな、あの桜市で行われたイベントだったんですけど、うんうんうん、あのその時には、うん、いろんなアーティスト、いや、アーティストさんの協力、うん、協賛してくれた皆さん、うん、スタッフの皆さん、本当に感謝でいっぱいです、うん、そして、うん、今日実は、はい、あ、
そして今日実は E.T. キングのテンさんのお母さんからお手紙をいただき、ルータもママも改めて絆を感じました。 E.T. キングのテンさんってあの今年亡くなったんですよね。 E.T. キングっていうあのバンドっていうか、はい、それの一人がオナルポンボコリュータって人なんですか。はい、でそのお母さんから手紙が届いた。あら、まあ、内容は書いてないんですけど、ね、絆ですか、はいはい、で、はい、最後に今年はジュダムールさんからの放送、うんうん、ルータンは楽しく見ていました。あー、ルータン、また来年 もお年玉やったろうかな。あげるでしょルータン、はい、また来年も楽しみしていますということで、ね、いや残念なことにもう今日で最後ということでございます、はい、ですね。番組からですか。番組からもすべてあの放送倫理協会から連絡がありましてですね、はい、そんなことないよ。そんなことないですよ。来年もね、あのどんだけ飲んでんだ。来年もこれ継続します。やりますよ、はい、え、ちょっと待って、でもさ、あのルータンって子供なんだよね。はい、小学生です。小学校2年生でしたっけ。4年生5年生なの。5年生ですか。楽だって、楽しいだって、いいね。いやあのね、思うけど、はい、大人の世界ってさ、結構さ、あの暗い話題を優先しがちじゃん、こういう話になると、はい、俺さっきの嘘とかさ、はい、さっきのひろあきの死ぬとかさ、ね、罪とか罰とかって出たけど、はい、やっぱりそれはいけるでしょ。闘魂子供がさ1年間通じて楽しいっていう年にするのが大人の仕事なんじゃないの、うん、そうですね。いや、それいいこと言いましたね。大人の役目だよ。でしかもさ、楽しいっていう言葉にしてみるとさ、なんていうの、このいろんな意味があるじゃん。子供って純粋だから、やっぱりそういう純粋性がそうですね、ある年の方がね、いいと思う、平和じゃないですか。いいこれでも、ね、今聞いてて思ったんですけど、うん、そういうのをもっと町づくりに生かせたらいいんじゃないかなと思いますね。楽しいっていう、うん、今年ね、あのね、まあ綾瀬はるかが、はい、あの流行、あ、流行語じゃない、流行語はダメよダメだけど、あの、はい、綾瀬はるかだから、あのほら清水いや、俺税でしょ。それの後に出したのが楽しいを出したんだよ。へえ。あ、これこう、まあ楽しいっていう言葉がやっぱりこうメインになるような間違いね。そうですね。でさ、もう一つさ、ルータンなのは言ったみたいに絆ですよ。はい。残念だけど、あの絆っていう言葉はあの震災の年ですよね。そうなんですよ。だけどその次の年に、そのまた今日今年みたいにさ、はい、それが引き続き継続されるような年がいいじゃない。そうです ね、はい、まさに、うん、で俺すごい真面目なこと1分だけ言っていい。あ、いいですよ。このさ、絆ってさ、はい、感じた時には時すでに遅し的なことない。あ、なんでかというと、はい、絆ってさ、やっぱり日常生活の中であるんだけど、はい、そうじゃない時に初めて感じるとちょっと創造性が薄いから、はい、やっぱりほら日々の生活の中で日本人同士ね、はい、まあ、もう地域ね、社会、日本人、うん、国っていろんなこの絆がちゃんともう育まれる世の中で、いや今年は絆が感じたよっていう年は、うん、実は絆が今まで感じられなかったから、あ、そうじゃない方がいいのよ。そうですよね。そういう言葉じゃない方がいいの、うん、そうか。だからやっぱりあの楽しいとかさ、そうっていうところがメインになる方に大人が引っ張っていくといいと思う。深いですね。深いだろ。いや、いいと思う。俺今言いながら、うん、俺いいこと言うなと思って、言ったね、言ったね。ちょっとエンジンかかってきた。あーっしょ。俺この後徳永歌うよ。スナックでレイニングモー。あ、これ、あ、ほら著作権やばいよ。やばいね。エンジンが強い先輩ということで、はいはい、あ、来ました。今月の来ました。これじゃあ、すごい色じゃん。当てるよ俺、名前。おお、当てるよ。冬ですよ。テーマ冬ですよ。まだこれは殿様ガエルの卵。おお、っていうカクテルじゃないですか。なんか緑色の卵出てきたな。殿様が出てきた。出てきそう。何入ってるんですか。どうしたんですかこれ。これね、何ですかこれ。これはね、まあ名前からいきますか。はい、行きましょうか。いきますか。うん、名前は雪国。出ましたー。こう冬ですから、追いかけて追いかけて、にゃにゃにゃ、あ、これ追いかけて雪国。
あら、どうぞ来ました。そうか、そうか、はいはい、これね、あのね、あの山形でね、あの昔ね、うん、もう作られたカクテルで。あ、マジですか？そうなんですか？日本の美しい冬というイメージで作られたカクテルです。はい、これはね、雪国。で、こうあのスノースタイルにしてね、これグラニュー糖ですけども、グラニュー糖。それ、白身の卵ですか？これはおたまじゃくしでもチラミでも何でもないですこれあのねこうあのこうそ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 うこれねこうグリーンのグリーンのこれミントチェリーをこうミントチェリー何ベースなんですかベースはウォッカウォッカベースはウォッカウォッカ&ベースはウォッカでその後コアントロコアントロとあとライムジュースが入りますでこれで周りはこれソルトですかこれはグラニュー糖です。言ったさっき。でスノースタイルにしてます。これぜひねちょっとそんなねごちゃ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 混ぜた酒がうまいと思えないよ俺は。これ真ん中に入ってるの何ですかこれ。これねミントチェリー。ビー玉ですか。あのビー玉。なんかあのいいねいいね。俺の俺の。いやいや俺こんなでだってもう美味しないよこんな。あれいい匂い。いい香りするでしょ。うん、これはねに。本当にうまいかね俺ね山形の酒なんて美味しくないと思うおいしい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 雪国これね一回飲むときに口にねザラザラって当たるんですよグラニュー糖が、うん、グラニュー糖がねうっとうしいなと思うわけ、うん、だけどこの中のお酒を飲んでこのグラニュー糖がうわって一瞬で溶けるのが溶けたね雪国の寒い地方だけど一瞬のね太陽の光が雪を溶けるようなあれちょっと何、いや本当そういう味がしますよ何こうパワーアップしたねグルメリポートグルメリポートパワーアップしたねバンバン狙ってるっていやこれ本当にうまいこれうん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 これ子供のもの飲めるよいや飲めるこれ子供の飲めるこれいけるねいけるねこれねあの本当にでも雪国こう名カクテルですからでもちょっと質問していいですか生粋のバーテンダーに質問していいですか、はいはい、この真ん中のねこの緑色の銀玉みたいなやつはこれはいつの食べるんですかあどこでやったらやっつけたらいいですかこれねマギニだってあねそうですねやるじゃないですかはいはいはい、ね、そういうのはどこで本当は多分ね、刺すの忘れたような気がするんだけど俺いやいやいや、刺しとく刺しとく刺すこれね、刺さなくてもいいんだけどもいい、ね、どこでぶっ刺すの刺しとけば、食べるタイミングができるなるほどこれはね、実はね、あの僕が思う瞬間、うんはい、最後の一口あるでしょ、はい、カクテルグラスに残りました、はい、最後ねいい香り、うん、をこれを持ちます、うん、持ちますで最後に飲み干した後にパッと食べるのが一番美味しいと思う。なるほどね。おしゃれだね。美味しいこれ。そうだね。これ先食べちゃったらさ、何飲んでるか分かんないもんね。そうだね。美味しいね。うん。これ一番最後の一番エキスがあるとか。これいい。ということはこれをですね雪国をでも。どうですか3月からやってですねいろんなカクテル出しましたけど出しましたよ最後のカクテル雪国でしたね雪国ですこれを12月のカクテルとして、はい、先ほどはミモザは24、25限定14円、女性限定でしたがメリクリーはいメリクリーいきますけど雪国はどういうキーワードでお願いしますわかりました、はい、キーワードキーワードいきますよ、はい、じゃあいきますよ、はい、キーワードはい住み慣れた我が家に投げな花の香りが寄せてちょっと待ってよし行くぞよし行くぞよしさんの歌を歌ったらとあいいですねよしさんどうでもいい好きようでもいいですかああ好きようでもいいねほらこんなのぐらいやだはぁ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 テレビもねそのくだり長い長いじゃあそれ雪国を飲むときに、うん、あのマスターと、うん、吉井さんの歌をワンフレーズ歌った人限定でおいくらでいきますか、うん、おさっきね、はい、14円ですから、はい、来年15年じゃあ、はい、いきますよいきますかコール、はい、3、2、1 15円15円15円
来ました。来年に向けて。だいいですかこれ。15円。15円でいいですか。あのスナックは出ます。スナックって15円。15万ペソって言おうかと思ったけど、はい、15円。15円って言っちゃったから、はい、これ期間はどうしますか。12月でも、ね、12月いっぱいで、12月、はい、そうあのせっかくですからね。そうですね。雪国はイヨシクゾの歌をワンフレーズ歌ってくれれば住み慣れたみたいなね。そう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 。はあテレビもね言ってくれば。そんなノリで。そんなノリで。これモテないですよね。そしたら追いかけて雪国。あいやいいじゃないですかいいじゃないですか。そうするとこれが15円で飲めるとこれかなり美味しいですよ。さっぱりびっくりしました、うん、僕もこれはね甘くて、はい、これいいですよ。これだから最後の飲み切った時のこれがどんな味かっていうのも、ね、そう杉内言ったみたいに、はい、初めの飲み口と、うん、これはねいいよ。じゃあこれ最後の飲み方をちょっと言っちゃいますけど、はい、お願いします。ああそうでもねほら量飲みすぎて全然飲んでないでしょ。今意外と良かったですよね。意外と美味しい。美味しいでしょ。あ美味しい美味しい。ほら美味しい。ほら今まで一番うまい。美味しい。これ本当に中2から飲める。中2飲めない。14歳、ね、頑張れば。いやテーマ14とか15だから、ね、15円にしましたか、うん、15円。じゃあぜひそれで。いやでも今年もいい年でしたね。そうですね。いやでもねこれ本当いよいよもう残り5分ほどになりました。あ、そうですか。そんな、はい、じゃあ来年の一発目のお題はどうですかね。そうですね、はい、そこを決めていきましょう。これもう抱負でいかないといけないじゃないですか。来年の始まった年の今年の抱負目標的な。そう今年、ね、今言うと鬼が笑うので来年まさに、うん、今年の1年を自分たちはどうしていくかっていうの。羊年。そう羊です。あ羊ですよ。モコモコちょっとさ俺その羊年ちょっと言っていい、うん、あのさ羊年なんで羊が入るんだろうね。うん、これ大丈夫思わない、うん、考えも違う、うん、だからねえ牛虎うたつみこれ12匹というか12子っていうか、うん、誰が決めたんですか、うん、これこれは誰だろう。いやこれは中国からの流れなんですよ、うん、その流れを今みんなやってるけどもうそろそろさ日本人が決めてもいいくない。ああなるほど。あその絵と、ね、日本人的にさだって羊ってそんなに仲いい俺ら仲良くないね、そんなにいる身近に、まあ、まあどっちかっていうといやあの鈴木んちさあれ子羊生まれたよみたいなないでしょ。ないないない俺いつも思ってるの、うん、ネズミは分かる、うん、牛も分かる馬も分かる、うん、トラそれは杉本君に虎なんじゃないかな。いや皆さん聞いていただけないんだだってさ ラムとかラムって言ったってラム食べちゃう、ね、食べちゃうでしょ食べちゃう、ね、だから羊とかだから日本人が考える12の、うんランキング12子に入れたいランキングみたいなのしたら絶対猫って入ったっていいんじゃねえのって思うじゃん。そうですね。猫ってないですね。あそしたらね、なるほど。犬もないですよね。インコとかさ。犬あるの。犬どうしても犬はいるよ。犬はある。犬はあるけど猫はでしょ。猫は金魚とかさ。金魚魚。いやだから金魚だって飼ってる。魚ってなんかあります。ウオザはあるよ。ウオザはあるよ。ウオザですよ。ウオザはそれギリシャになっちゃいますよね。だからそうなってくるとね司会とか出てきちゃう。あの12子の中に俺チェンジした方がいいやつもいると思う。羊はヤギに変えた方がいいんじゃないかなって気もします、ね、ヤギも遠いでしょ。お前ちょっと嫌なとこ言ったから。まあヤギ座はあるけどね。ヤギ座はあるけどね、うん、ヤギの方が近くないですか。ウサギ入ってるよ。ウサギいる。ウサギあるね。ウサギいる。バンバンあるわね。ウサギいるよ。もちろん好きじゃねえか。だからそうなってくると、うん、クエスチョンな干支があるわけ、うんうんうん、羊ね。そうでしかもさっき魚座って言ったけど星座にしたって、うん、もうそろそろヨーロッパの流れ崩して日本人が考える星座もあってもいいじゃないの。あ、なんかこうすごいつぶつぶがいっぱいあったらさちょっと納豆座みたいな。またすごいとこ来たねこれ。いやだからザズジャパニーズスタイルっていう。ああいいねいいね面白いですね。でしょ俺思うんでいつもだってさ天秤座って昔そんな天秤ないでしょ、うん、いやこうだからこうだからね。でしょ。いやないよないよ確かにないよないよ。ケンタウルスとか知らんじゃん。知らないですよね。そういうノリ俺の。日本人は多分ねルータンさんにもうクエスチョンもう100回しようかな。お母さん耳が立ってて、まあ、まあまあまあでもね冬の星は綺麗だよ、うん、この間双子座流星群、ね、
米年と米、うん、米座、ま、味噌座とあのねルーターあのね冬の空は見てね。そうね、オリオン座もカシオペア座もあるからね。あ、メール来た。あ、来ましたか。何ですか。もう読まないよ。ザキさんから。あ、何？ネロ？ザキさんから。ちょっと来ました。メールちょっと。ゆうぞうさんこんばんは、はい、皆さんこんばんは、うん、初めてのメールでございます。こんばんは。今年1年の漢字は育てる、いくっていう字ですね。あ、なるほどね。5月に1歳になった息子が保育園に行くようになり順調に育ってくれてること。あ、誰から来たの？ザキさん。あ、育つがゆえに自我が芽生え、いろいろな教育も必要になってきたり、うん、未熟な夫婦も共にいろんなことを教えてもらえたりの毎日を過ごしております、うん、まあこの先も続いていくと思いますが、うん、我が家の今年の漢字は育てる、行くで、うん、ではでは飲みすぎないでね、うん、ということです。バーバー、ね、ありがとう。バーあのほら子供がね成長してさ、そうだね、もう可愛いのその子が、うん、まあヒロトって言うんですよ。あー、ね、なるほどなるほど。大丈夫です。大丈夫全然ごめん、はいはい、あのほんとブルハからパクったんだけどねもうベロ出しますよ。いや可愛いの、超可愛い本当に。いやだけどね、イクだって育てるでしたって、うん、あの一年の感じが超可愛い、おかまみたいな。本当に超可愛いの、可愛い俺大好きなの、 あの、ね、育てるっていう字ですって。そんなのさ自分とこだけじゃんね何言ってんの。みんな自分のことでしょ。あ、そっか。俺だって手相で、いやだけど俺もじゃあだけどやっぱりそういうふうにほら自分のことのようだけども今の言葉もさっきのルーターさんも楽しいだけど、うん、子供がさメインになるような年の方がいいよ。あー、ね、でもね、まあまあまあ、うん、やっぱりね、やっぱり子供メインでね。俺たちはいつか朽ち果てていくわけじゃん、もうそろそろね、そっちモード入るわけでしょ、うん、だけど今が未来のある子供たちが来年もさ、うん、今度は羊のように。羊年はね、なんでどういう意味があるかっていうと、まあこれいろんなありますけどね、羊は群れをなして子供を育てるんですよ、うん、だから家族愛、平和の年っていう象徴なんだね、羊っていうのは。羊は単独では子供を育てられないから、ね、あの子たちは。でも最後ね、あの丸裸になってウールになりました、ね、そうそうそう、ウールだねウール 100% だね。そうそうそう、だけどあのそういうふうに来年はさ、今年はほら子供らがね、いろんな虐待とか誘拐とかで悲しい事件いっぱいあったじゃないですか、うん、いろんなことが起きるんだもん、ね、いろんなことが起きるんだもん、ね、だって腹の中に段ボールが入ってるとかさ、うん、いやいやいや、あれないでしょ、あれはねえでしょ。そうじゃない年にぜひね、うん、羊年にちなんで、そうだね、優しくね、家族が平和になるような年になってほしいなと思って、優しくこうなんかほわんほわんしたね、そうそうそう、ほがらかな、そういう年になってほしい、じゃあ欲しいね、うん、そういうのはね、完全に上から目線で今言ったね俺いやそうじゃないんで俺はやっぱりほら馬年はさ、あのね走らなきゃいけない、ちょっと原点に戻って家庭を愛して、うん、部屋を愛してねっていう年になっていただければありがたいなと、ね、いうことで、うん、そうだね、もう僕は発言を控えますいいと思います、分かる、うん、まあでもね、はい、来年は羊年でね、うん、いいことですよ。いや本当 僕にとってはその本当にこの番組、このジュナムーカの放送が、うん、すごく挑戦だったんですよ実は。挑戦だよね、挑戦ですよ、ごめんつで、はい、うん、でも超楽しいですよ、うん、これはね見てたら分かる、視聴者そっちのけになっちゃってるところもあります。でもそれが思った以上にこの感じが面白いらしくて、うんうん、あの、ありがたいことにそうか、視聴者無視なところが俺そんなことないよ、先輩無視でしょ。いやいやいや、ちゃんとだね、ちゃんと喋りますよ。じゃあさ、来年はさ、うん、鬼が笑ってもいいけど、もう視聴者のためのさ、うん、いきますか、なんかやる、やんないよやらないよ、どうだよ、嫌だったらね、このペースで来年もそう、ドエースでいきましょう、ドエースでいきます、ルーターまたメール、いや本当ルーター、ね、ルーターにありがとうね、今年1年、いや本当ルーター、ルーター嬉しいね、すごくないルーターって、ルーターすごいよ、嬉しいよね、うん、嬉しいっていう、今年まだこの番組2回はあるんですけど、あ、ジュナムルはもう最後だ、最後だね、あー、なるほどなるほど、やばいね、最後ですね、だってもうね、もう12月ですよ、クリスマス前ですよ。いやー、じゃあルータンにぜひサンタさんからのプレゼントが来るように、そうだ ね、あのおもちゃの坂本に電話しましょう、ね、
いや、いい年、ね、いい、そうだね、世界中の子供たちにいい年であるように、うん、そうだね、こう、それを祈って、ほんと、なんか最後、メリークリスマスで乾杯したね、行きましょうか、最後のラスト乾杯は、もうミモザいただいて、はい、ミモザですよ、はい、ミモザ雪国、はい、ジュダムル放送はいよいよ、あ、来月、来年の一発目の放送日、はい、あ、決めましょうか、決めますか、はい、決めましょう、いつがですか、元旦しましょうか、誰も聞かないです、俺いないけど、この場所いないですよ ね、そうですね、来年は羊年、ね、素晴らしい年になるといいね、ね、めーめーって言うんですよ、27ぐらい、27ぐらいになっちゃうんじゃない、それヤギか、1月は、どうですか、27ぐらいになっちゃうよ、27で、だからこの店が ね、いや、27で、わかりました、じゃ1月27日、ちょっと離れますけどね、はい、ぜひ皆さん、はい、新年一発目のこう、はい、もうそうだね、今年メリークリスマス&っていう、ね、なります、僕も来年の2月からすぐフィリピン行きますから、今年もお世話になりましたみたいな、来年もよろしくお願いしますっていう感じだね、そう ね、はい、では本当今年一年ありがとうございました。いやー、とんでもない。カモンさん本当今年ちょっと楽しかった。楽しかった。楽しかった。そして来年もまた楽しい年。行きましょう。たくさんの人に聞いていただけるような、はい、そうですね。そうですね。はい。それこの街の繁栄と、はい、そうですね。願いました。皆さんの幸せに幸せ、祈願いたしまして。はい。乾杯しょう。じゃあ今年一年先輩一言。はい。先輩行きますか。じゃあこれどう映ってますかこれ。じゃあそれで行きますか。はい。じゃあ行きますよ。はい。今年一年お疲れ様でした。乾杯。乾杯。リクション。ジェイジョー。イエーイ。リクション。絶対ザキ受けてると思う。リクション。リクション。じゃあこれで記念撮影いきまーす。はーい。あ、待ってください、ね。下のあれがちょっと。じゃあ皆さんも来年いい年にしましょう。よろしく。イエーイ。はい、チーズ。はーい。はい、行きました。そんなわけでお別れは。今西ゆうすけさんの、はい、スノーでお別れしたいと思います。あ、やっと、ね、やっと今ちょっとシーズンにあったんじゃない、はい、その名前が、はい、夏でもスノーやそれではまた来年皆さん会いましょう。さよならメリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。生きてる証だと君は笑って見せた。冷たくなる手を握りしめて、それでも明日を見てた。見上げた空から今年も降る雪はいつもより冷たくて、街の空気も空もすべて君の好きな白に変えた。もういいよ、泣くのはもういいよ、僕の中で眠ればいい。生まれたことと生きてる意味を
僕に教えてくれた。もういいよ、泣くのはもういいよ、焦ってく姿焼き付け